愛知 D3A99 式艦上爆撃機99艦爆11型99式艦上爆撃機は昭和11年11式艦上爆撃機として試作が始まり愛知航空機が受注・生産を行い太平洋戦争初期に活躍した日本海軍の艦上急降下爆撃機略称は99式艦爆もしくは99艦爆記号は D3A。アメリカ側コードネームはバル。当初海軍から試作の加盟を受けたのは、中島飛行機、三菱航空機、愛知航空機であったが、三菱は早期に開発を断念し、中島と愛知が開発競争を行った。11市環状爆撃機では実用化に向けて堅実な設計が求められ、エンジンは既存の96式、環状爆撃機搭載の中島。 1> 光一型の改良系を用いることとされた。I1 はドイツのハインケル HE70 を参考に、全金属製、固定脚、主翼両側仮面に急降下制動ブレーキ板を配置し、主翼は低翼式を採用、主翼、微翼の端を楕円型とした。昭和13年に初飛行に成功。開発当初の本機の挙動は不安定で、 何度も改良を余儀なくされた。特に問題であったのは、翼端失速による不意時点である。これを、主翼のねじり下げの増加、及び垂直尾翼前方のヒレを追加して解決した。本機は、中島社製の11士艦幕と競争試作されたものであるが、中島11士艦幕は、海軍側の要求変更に対し、設計が間に合わず納期遅れで失格となった。 これにより本機は昭和14年12月16日99式艦上爆撃機11型として海軍に正式採用された。試作機は中島製の高1型エンジンであったが量産機では三菱の金星44型が搭載された。太平洋戦争の中期になると11型では性能面で物足りない部分も増えてきたため、 1942年8月に仮称99式艦上爆撃機12型と呼ばれた改良型が試作された。そして1943年1月に99式艦上爆撃機22型として正式採用された。22型はエンジンを金星54型に換装したほか、プロペラスピナーの追加や風防の後部延長等の変更及び、 エンジンカウリングや微力前炎の形状変更などが施された。これらの改造により速度性能や上昇力は向上したが、後続性能は低下した。22型は1943年をはじめから部隊配備が開始された。生産は1939年から開始され、愛知において11型が476機、22型が816機生産された。 このほか昭和飛行機でも22型の後期生産型が220機生産された。このうち終戦時に残存していたのは135機だった。22型の一部の機体は後部席に操縦装置をつけた練習機に改造された。これらの機体は、仮称99式練習用爆撃機12型と呼ばれていた。また、機体を 全木製化した明星は終戦時にテスト中であった。第二次ソロモン海戦で、昇格艦載機整備中の99式、艦上爆撃機発進準備中99艦爆は、0式艦上戦闘機、97式、艦上攻撃機とともに、太平洋戦争前期の日本海軍の海進撃を支え、新珠湾攻撃や、正論沖海戦などで、 高い急降下爆撃命中率を示した。ハワイ海戦において99艦爆は78機が感染攻撃に参加し78発を投弾。内命中確実なものは47.7%と算定された。アメリカ側の判定による2 5グ k g 爆弾の命中状況は戦艦レバダに6発以上、戦艦メリーランドとペンシルベニアに核1発。 ケイジュンヘレナとローリーに核一発、駆逐艦、カッシン、ダウンズ、ショーに核一発となっている。続いて、99艦爆は南方攻略作戦に投入される。昭和17年1月下旬、空母機動部隊は、ラバウル、カビエン、ダエ、サラモア、マダン、アンボンを攻撃した。2月19日、ポートダーウィンを空爆。 飛行場施設と在泊艦船に大打撃を与えた。ポートダーウィンでは在四46隻中21隻を撃沈、湾外で2隻撃沈、米軍水上規模艦、ウィリアム B ・プレストン、大型貨物船9隻が大破、合計43,429トンを海に沈めた。同月27日にチラチャップを攻撃。三月一日にはクリスマス島沖にて、 旧油艦ペコスを撃沈、他に駆逐艦、エドソールを撃沈した。ペコスを攻撃した、加賀艦爆球機は、命中弾一発だけだったという。3月5日のジャワ島チラジャップ航空襲では、昇船3隻を撃沈、昇船14隻を撃破し、後に、日本軍占領の際に14隻は自沈した。洋上では、昇船、ブーラウブラス。 ウール側が99艦爆によって撃沈された。正論を機械戦でも高い爆撃命中率を示し、4月5日、イギリス海軍重巡洋艦コーンウォールと同セットシャーを攻撃開始からわずか20分足らずで撃沈。攻撃に参加した99艦爆は赤城総流飛竜から発進した53機である。同9日、バッティカルを沖にて空母、 ハーミーズ特畜艦、バンパイア、コルベットホリホック、給油船、アセルステーン、ブリティッシュサージャントが赤木、草竜、飛竜、昇格、髄格から発艦した99艦爆85機による攻撃で撃沈された。ハーミーズは45機に爆撃され、爆弾37発を被弾、平均命中率は82%である。 99艦爆はこの後も戦場に投入され続け、戦歴は、三五海海戦、ミッドウェイ海戦、ソロモン海戦、南太平洋海戦、伊ゴ作戦、ロゴ作戦、マリアナ沖海戦、フィリピン島決戦、沖縄決戦に至る。三五海海戦では、昇格と随格の艦爆隊が投入された。昭和17年5月7日、駆逐艦シムスを撃沈し、 タンカー一隻を撃破した。翌8日には、決戦が行われ、33機の99艦爆が攻撃に参加、空母レキシントンに2 5 0ラム爆弾2発、ヨークタウンに1発の命中弾を浴びせ撃破した。レキシントンは、この攻撃で大破炎上し、アメリカ軍の駆逐艦によって、来撃処分された。艦爆隊の損失は9機である。 ミッドウェイ海戦では赤木、加賀、総流が沈没する中、飛竜は二度にわたって反撃を行い、ヨークタウンを撃破炎上させた。第一次攻撃に参加した99艦爆は18機である。99艦爆は 250kg 爆弾3発の命中弾を与えたものの、18機中13機を失った。ヨークタウンは大破し、翌日に 日本軍の潜水艦168の来撃を受け、沈没した。昭和17年8月24日における第二次ソロモン海戦で、昇格と随格の艦爆隊は、空母エンタープライズを攻撃27機の99艦爆が出撃し急降下爆撃を完工した。これによりエンタープライズは3発の命中弾を受けた。エンタープライズは中発して後退。 しかし、艦爆隊は23機を失った。南太平洋海戦では、昭和17年10月26日、随格の艦爆隊21機が出撃し、空母ホーネットに命中弾5発を与えた。昇格艦爆隊の19機はエンタープライズを攻撃し3発が命中。また、巡洋艦爆隊17機が出撃、軽巡産不安と、 戦艦サウスダコタに命中弾一発を与えた。さらに4機が漂流状態のホーネットを攻撃して一発を命中させた。放棄されたホーネットは、この後日本軍の駆逐艦衆運と巻雲により、来撃処分された。この戦火の代償として、艦爆隊は40機を喪失した。異合作戦以降は、艦爆隊が陸上基地へ進出して戦うようになった。また、 陸上基地航空隊に配備された99艦爆が作戦参加の主体となっていく。異行作戦ではラバウルにおいて航空戦力460機が投入され航空撃滅戦を機とした。この作戦に参加した99艦爆は78機である。ガダルカナル島方面作戦、オロワン攻撃、ミルンワン攻撃に投入された。多数の輸送船を撃破。 撃沈したものの21機を喪失した。99艦爆の空母からの作戦参加はマリアナ沖海戦によって終了した。昭和19年6月19日と20日に行われた同海戦において99艦爆は空母大砲、昇格、随格、巡洋、飛用、随砲に配備されていた。機数は合計38機である。このうち 第652海軍航空隊は、水星艦上爆撃機36機で編成するはずが、水星は9機しか配備されず、急遽99艦爆で定数を埋めた部隊である。19日の第2次攻撃では、652空から99艦爆27機、冷戦20機、天山観光3機が出撃する。しかし敵を発見できず、グアム島上空で、海6海、 ヘルキャット戦闘機30機に襲われて99、艦爆9機、冷戦14機、天山3機が撃墜された。続くフィリピン島決戦、沖縄決戦では特攻機として突入した。フィリピンの戦いでは基地航空隊が艦船攻撃、飛行場爆撃を行った。さらに701空の99艦爆は20機が特攻機となり突入した。 この攻撃は数日にわたり他の機体と共同で行われ、小船一石と軽巡デンバーが損傷し、駆逐艦、アブナーリードが撃沈された。沖縄決戦時には旧式化した99艦爆に戦術的な用法の選択肢は少なく特攻に収容された。計103機が突入。突入した部隊はほとんどが艦爆や艦航の練習隊から編成されていた。 うち99艦爆の戦果と確認できるものは、駆逐艦、トーイックス、リートル、アーロン・ワードである。99艦爆はこのほか、各基地で紹介、策的、攻撃に従事した。太平洋戦争前期に活躍したアメリカ海軍の SBD ドーントレス急降下爆撃機は、同時代の99艦爆を性能面で上回っており、搭載爆弾は5 4 5ラム。 最高速度は時速 30km ほど有速で防弾装甲を施してあった機体の生存率は高かった。日本海軍も99艦,艦爆開発中であった昭和13年には13士艦上爆撃機の試作を海軍航空技術省で始めており、後に艦上爆撃機、彗星として採用された。しかし、愛知航空機での本格的な量産と前線配備は 日本の配色が濃厚となった戦争末期でさらに水星が採用した液冷エンジンはその機構の複雑さから生産の遅延と前線整備の効率を下げるものだった。また、正規空母の運用数が減少。小型空母では滑走距離を必要とする新型艦上爆撃機を艦上で運用することは難しい状況になっていた。それゆえに日本海軍は 性能的には旧式となった99艦爆に、代わって後継機の必要数を用意できず、零戦21型に2 5 0ラム爆弾を装備させた戦闘爆撃機を配備していった。それでも99艦爆の運用は続けられたが、米軍においては新鋭戦闘機会6回の大量投入や近接新艦の開発がなされ、反抗体制が整い出したソロモン諸島の戦いからは、 低速で、防弾走行も貧弱な本機は多大な消耗を重ねて、パイロットの犠牲者は膨大な数に及んだ。エンジン出力と速度を改良した22型も、十分な性能とは言えず、その生存性の低さから、99式、棺箱、99式艦爆というあだ名も付けられている。昭和19年10月に、フィリピン戦が始まると、 10月27日に実施された第2神風特別攻撃隊を皮切りに多くの99艦爆が特攻に使用された。また沖縄戦の特攻でも艦爆戦州の練習航空隊から選抜されたタイで数十機単位の99艦爆が使われている。太平洋戦争の初期における99艦爆の活躍は航空決戦思想の有用性を証明する。 ものであった。ハイ海戦では、アメリカ海軍の太平洋艦隊をほぼ一方的に、激破。日本の南方進出においても、東南アジアの各地にあった、連合軍の拠点を空爆することで、日本軍の迅速な進撃を実現した。連合艦隊の空母に関西機として、史上初の空母同士の海戦においても投入され、持ち前の急降下爆撃能力を発揮して、 アメリカ海軍の空母部隊に大きな打撃を与えている。しかし戦局が進むにつれて当初の高性能も陳腐化していき、馬力工場などの改良が加えられるも損害は目に見えて増大。それでも完全に旧式化していた戦争末期まで運用が続けられ、最終的には関西機としてではなく陸上基地から特別攻撃隊として飛び立っていった本機の軌跡は 栄光と悲劇に満ちたもので、軍用機としてはまさに歴史的な一機であると言えるだろう。三面図、バル TBT-13 改造の99式、感情爆撃機。ありがとうございます。